皆さんこんにちは、タイガーサクリです。そしてルヒダです。あのトゥース、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、本日はですね、進路方向のバランス調整入りまして、はい、で紹介したいと思います。今回紹介するのは復讐ヴァンパイア、こちらですね。先日のプロリーグでスパイシーさん、まあ使ってたリストと全く一緒なんですけれども、あのプレーを見てちょっと僕本当に面白そうだなと思って使ってからちょっと超楽しい超楽しい6ターンキルしましたからね、はい、もう完全もうちょっとスパサマ信者になったデッキです、うん、僕が、うん、それで、紹介していきたいと思います。このデッキはですね、うん、まあこのアザゼル、そしてライカンベルセルク、この2枚を使って、まあ、ブラッドムーンが、進化効果を使って復讐状態に入って、まあ、ラウラの失踪、ダークジェネの失踪、なんかを使ってもいきなりもうドーンと、バーンじゃなくてもう普通に失踪で決めていくデッキですね。で、極限のデーモンと魅惑の一撃、そして火浦、この辺で、失踪フォロワーにバフをかけていってでものすごいダメージ出すと、なるほどね、爽快感のあるデッキでございます。でまあリノセウスにかなりやれると超有利ですね。うん、もうアザゼルが強いしそもそも、うん、うん、でもう結構前半から並べていけて失踪で決めるっていうデッキなんで、相手の面をね無視していけるからかなりリノセウスにやれるということで、これからちょっと流行るんじゃないかなみたいな。完全にリノのメタデッキになりますよね、うん、頭さんが作りやすいのがめっちゃ良くて、ピューラー、極限あたりで、なるほどなるほど、これがね中盤の盤面も取りづらいっていう、かなり寄りついてると思いますね僕的に、はい、でまあ自然美食もね消えたんで、消えてはないんですけどまあまあまあ減ったので、これから熱いんじゃないかなというデッキですね。じゃ早速回していきたいと思います。おしょ、さてでドラゴンですね。ドラゴンにはちょっとアザゼル切りにくいんですよ。そうですね、ドラゴンは結構不利ですね。不利と倍にで刻んできますもんね、はい、んこれマリガンがかなり始まり全力でいいんじゃないかなって思ってます、うん、特に先行ですよね、うん、これちょっと欲しいんですけどね、復讐入るパーツが割とアザゼルとそれしかないから、うん、おおいいですけど、やっぱ先行は始まり欲しいですね、うん、なんかこのデッキニコスの生き物が超大量に入ってるんですよ、うんうん、なんでニコスキープしなくてもまあ9割方引けるので、まあ、かなりこの始まり強めにキープしてもいいんじゃないかなと思います。いらなくなるまでおそばにいます。このメデューサにバフかける動きがかなりいいですよね、うん、テクイテクイテクイうめえってなる、俺うめえってなる取りやすくなるんですよ進化で、そっか、メディさんもともと攻撃力低いから、うん、ね、おアザ引きましてラウル引きまして、はいはい、まあ、アザですよねドラゴンやだ、アザゼル進化はするとやっぱバイディに刻まれて、うん、ネプチューンに駆られるという事件が起きてしまうんですが、復讐には入りたい、いいの来た、おこれちょうど極限のデーモンもいるしおこれはもうこれでいこうかな、良さそう、うん、良さそう、ライガンバフからのバックメンゲット、受け入れなさい、おっしゃ、おお綺麗に展開しましたね。ドラゴンで、ね、あれがめっちゃ辛いんですよ、イアン、あー全体ダメージ、イアンがめっちゃ辛 いやイアンは来ない、イアン考えてメデューサバフ、いや取れる、なんかね、が結構重要っすね、来た来た、本当に来たよこうね、相手1、2うざいっすね、この1、2がいることによって毒ヘビ、そう、毒ヘビはちょっと弱い、まあ2枚目ラウラ、やっぱこうね、改めてメデューサ使うとこの女、やばい、やってること進化で、ちゃっかりメデシアのことになる、お、これバフした甲斐がありますね、ありましたね、しっかり、オッケーオッケー、分かれてくれてありがたいこれメデシアナにバフかけたいな、
メデシアナにバフかけて失踪。メデシアナ3回攻撃で決めたいですね。結構いろんなレンジで動けるデッキなんで、うん、おずるくないですね。演奏演奏強いですね。全処理までいける。もう致命でシアナいきますよ。全然ありな感じする。シアナ2人ゲットするかしますかね。まあガルミが入ってなければ、うんうん、あガルミでも大丈夫ですね。ここ強そうですね。ウイレなんかうまい。うんなさそう、うん、ガルミでも大丈夫。うまい組み合わせがあんまない。ほぼブラッドムーンは置きますか。ブラッドムーンは4ターンかかるから置いて良さそうですね、うん。これ埋めとくとイアンティアになる。ああ、確かに確かに一応あ、かぶっちゃった。相手の面何もいなければね、かぶっても、うん、OK、うん、除去スペル、あ、除去札なかったらもうこれ、うん、何ですか、バイディ取れちゃいますからもう、うん、次は多分ラウーラ始まりとかにしたい。でこれメデシアナが結局1だと失踪になっても微妙なんですよね。極限欲しいですね。回復次トップ極限だとめっちゃ嬉しいな。めっちゃ熱いですね。回復どんどんしてください。なんか走るフォロワーがいいですね。背中のコブは天使の翼。弱い。これ演奏。ああ、3枚目。ずる。進化はこっちに。まあ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 。進化切れてね、バイディに進化切ってないんで。確かに。そりゃそうっすよ、相手も。確かに。極限、極限して。まあまあまあ。進めちゃん。悪くないですね。これは始まりかな。うん。うん、これ持ってきたら強い。ああ、カルミティか。ありですね。うん、うん。カルミティラウラマジでそうですかね。7と11点。これ11点あって。これが切れるまでにね、あ決めたいんでね。そっかそっか。ここ、そう、あのね、キミちゃんをね、取れるのがね、アザゼル強いんですよね。これは、ダークジェネラル行くじゃん。でこラウラだったと思うんですけど、うん、これを走ってこれでしょ。次のターン12点まで12点出る。うん、足りねえな。足りないですね。バフを考えてメディシアナに失踪をつけておく。なんかそんぐらいしないと打点足りなそうっすよね。ちょっとうーん、どうですかね。そっちの方がいいかもな。これ悩むね。悩みますね。これ秋かメデシアナか、うん、どこもあり。ユリウスもありますもんね。ユリウスもあり、全然ありっすね。メデシアナ行っとくか。で、ここもあれなんですよ。ダークジェネラルぶん投げでいいですかね。いいと思います。ここ当たってきますか。どう思います。そこ当たり、これがこう2面取っ、あ、ないね、ないわ、全然ないわ。
なんか気持ち的にここに取られる気がした。ティクセン。これは。おお。ファンバ。カラミティが走りそう。バイティ。そこにある。ボード作られた。伊達かな。シェフ。回復しまくりまですね。ああ嫌だな。伊達の方が良かったな全然。壊れてしまえ。まあカラミティかな。愚かね。ボタン投げないとね、食らっちゃいますもんね、うん、全然良さそう。行ってこい、行け行け。どうぞ。つえつえ、めっちゃつえ。懐かしいな、この感じ。セクシーバンパイ返せ。なんであんな弱くなっちゃったんだよ。引いた時気持ちよかったな。新色だてかな。じゃんこれ。なもね。入って。強いな。だって温存しないでよ。六眼流の方向に震えよ。だって温存きましたね。やべ、自復習じゃねえじゃんこれ。そうですね。あざあざかな。やむなしだなこれ。もうこいつで勝つしかないんで。まあメルシアナタックもありますけど。あメルシアナこっちこっち捨てますか。なんかどっちにしろ、あんまメンツよくなんないんで。エフェクトがすごい。かっこいい。かっこいいな。暴れたり。で。次多分復讐入るっしょ、俺入りそうっすね、なったら1枚、破壊すれば入る。で次トップ魅惑だと勝ちっすか。魅惑勝ちっすね、あ、勝ちなくなった。あ、回復した。めっちゃ回復してきますね。まあ、最近こうね、ドラゴンがね、受け寄りになってきてるんで、うん、決めづらいんですよね、こうすると。やめてよ、稼がないでよ。処理されなければまだ。あ、すげえ。だここで復讐入る、うんうん、でユリウスなら、うんうんうん、強い。もうダブルフィール。これユリウスは行くんですよ、まず一面進化は確定。確定ですね。でこれならジェネシスは死ぬ。ジェネシスは死ぬね。あ、でもダブルフィールキャットを出せばいい。モールキャットで耐え、とプラスさらにユリウスまで出しちゃって、もう、うん、もう一ユリウスあってもよさそうですよね。そうそうそう、うん、これ偉いなぁ、この人。ワンチャンいけ。全然ある、全然ある。うん、タダ強か。タダ強。これもネプチューン、ネプチューン立てとかしようものなら8点入りますからね。そうだね。確かにユリウスが偉い。ただただ強い、このカード。発展入っても足んねんだよな。ユリウスで破壊。あーちょっと、うまい、うまいっすね。マジか。プロになった方がいいかもしれない。厄介。演奏やめろよ。演奏3枚。あ、そっか、3枚よ。あー、なるほどね。あ、でも強い。それでもユリウス残るのかな、これ。残りそう。確かに。ユリウス進化、顔ができる。そうすると、あと2点なんで、魅惑か、魅惑。結局、魅惑。うっ、引け。うっ、だー。ああ、でも、サキュバス、ああ、ダメか、ダメか。ダメっす。くそー。やられましたねー。惜しかったな。はい、まあ、でもバイディで負けですもんね。そうですね、バイディの今回。いやー、回復強いよ。惜しかった。回復されまくりましたね。
うわぁ、嫌だって強かったな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、おエルフ、ディノセウスでしょう。おそらしょう。先行です。勝ちました。これはこれはゼンマリです。222は引くから絶対に復讐と始まりを引きに行くと、うん、だって222絶対引くんで大丈夫です。引かなかった、試しがないさあ、はい、もう来てましたね。強い、しかもどうつけようかな。ユリウスかな。ユリウス325ですのめっちゃ強い。てか、ユリウスを3ために25で置くの結構強いめっちゃ強いですねに濁すよ。ラプンツェルだ。確かにラプンツェル懐かしすぎる。誰も覚えてない。出てきましたラプンツェル大好きだな。ラプンツェルだって誰もピンとこない。あー初めて聞いた。あーちょっとこう、うん、325並べたい。顔俺もう取るしな。あれしかないですよね。イフ運だけで取れる。イフ運だけがカイザーか。そっかそっかそっか。通れば超強いですよ。割とあんのか。まあ2枚しかないんで、うん、相当厳しい。うん、威風は持ってそうな顔してない確かに2分の1なんだよな。どうしようかな。威風持ってる顔してるわ。あの心対空まで持ってんじゃない。実は対空対空全部打っちゃおうかな。どうしようかなそっか、対空威風で処理か。あ、やばいやばいやばい。対空威風本当に違う。あ、やばいやばいやばい。これあ、対空威風だこれでもあ、違うか。あ、違った、ね、耐えた、うん、で、おお、うん、22っぽいな、これは。22で動けますね、いい感じに。強そうですけど、バフどこにするか。この3だから、結局あんま意味ないですよね、うん、こいつは走るでしょ、そのうち。ね、面白い。あ、決めていく。これユリウスがもうすごい稼ぐ。うん、カイザも今日その風もないってことですもんね、これ、うんうんうん、これまた取れないんじゃないですか、このターン。エンジェルシュートシュート打ったら3人残りますから。あーこれで進化で5-4ですが、はい、こちらの5-4も残る。そうですね、進化して5-4顔にぶち込む。対空、まあ、そっか、別に顔いっちゃっていいのか。おー残った。おお強い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 。おお強い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 。ライカンブラックテープ。これどうするんだろう。ここ深くない？これ深いですね。ここは結構あるぞ。これ深いな。先バスって走るの8っすよね。遅いな。8は8ですね。いやこれ、うん、こいつですね多分。なんかピューラでライカン、うん、進化で次ライカン、ライカンラウラで、うちはライカンラウラ行かないわ。ラウラ進化は行きたいよね。うん、まあ行きたい。どうなんですかね。いやー怪しいなこれ。ちょっと、まあでもまだリノセス出てきてないから。カウント来てないから8点も全然。ライカンプラストップのなんかみたいなで終わっても良さそうですし。うんうんうん。で次ブラッドムーンラウラとかね。うん、鉄板がある。誰だお前。あえ突然機械突然の、まあ確かにそういうことだったんだ。フローと思いますね。確かに出てたもん。じゃあ5に取ってよかったっすね、一応ね。うん、確かに。セウスじゃなかったんですね。他の活筋も用意されているよということですね。自分いいっすか。うん、ありな気もするけどな。6に666で5、残り5だから。いいんじゃないですか。あっき引けば勝ちでしょ。うん、いいと思います。謝っても無駄よ。あっき引くんで大丈夫です。愚かね。愚かね。うん。
少ない。うん。タクが少ない。一応始まりも打ってたんですけどね。お、芝。芝強すぎ。回復回復してこう。芝強い。こうらやかい。こうなると芝倒せなくない？なる。倒せないなる。神の効果を。へえ、面白い。まあ、この3、このターン倒さなくても次サキュバスがしますから。うん、確かに。おお、あ、一応失踪で捨てるけども、サキュバス走りで勝ちそうっすね。サキュバス勝てそうっすね。こっちでいいと思いますね。サキュバスにつけといて悲鳴の残滓も敗滅する。失踪か、まあ失踪かな、うん。見せてよ、私らの傑作。パンサーレオ左にありそうな顔してません？え、チョイス先がってことですか？そう。あー、わかる。ちょっと左の方がちょっと攻撃系な。セリアは左が白だった？覚えてない。あんまり気にしたことがない。左白だった気がする。右黒じゃなかったっけ？左白だった気がするね。だって白黒じゃないな。だって違う。あ、そうだったかも。わかんない。じゃあ守り。確かにパンサレオじゃ右でいい、合ってんのこれ。そっか、そういうことか。なるほどね。ワルツは？すげえ気になってきた。なんだっけ。ワルツ右だ気がする。右がマナ。俺すごい。あ、右が。あ、俺もそんな気がする。ワルツ右マナんだよ。左がゴッホスのやつ。なんか左に行くのが億劫だった気がする。うん、ていうかこれリノセウスなの？いや、機械エルフですよ、これ。機械エルフじゃないですか。機械エルフ、機械エルフ。なるほどね。機械エルフもね、うん、こうリノセウスやれるよりのデッキだから流行ってますね。ああ、やっぱ前のめりのデッキが強いと。ね、あ、守護。守護は、守護。でも、ああ、そっか、でかくなったのか。これあ、でもこれ2に放置したら、あ、カトよし、たおお2が偉い、まさかの。いや、気持ちいいな、これ96失踪。ありがとうございます。おということで、お、エルフ、エルフ、おアザゼルどうしよっかなって感じですね。キープでいいんじゃないですか。キープしましょうか。先方でも、うん、ちょっとこのラウラとかもさ、ちょっとなんか一枚使うじゃん。うん、うん、ちょっとキープしたくなるんですよね。マリガンむずい、このゲーム。この決まりがちょっとめんどくさいですよね。なんかゲーム全体見てマリガンしないといけないから、うん、このパーツ多いですもんね、しかも。タカカード多いな、結局。こっちかな。これなんか殴れそうな気がするんだよ、こいつ。まあでも、リノは結構、状況が多いイメージ。3で出すか。いや、ピューラー、結構メドゥーサにつけたいんですよね。まあこの辺つけてもあんま意味なさそうなんですよ。そうですね。あ、でも、分かった。いいっすか。はい、ここだわ。あ、こいつを、あ、こいつつけておくことによって相手にリザ出させない。うん、3番も絶対出せないですね、これ。前に立ってたら。確かに。ピューラもなー、すげえむちゃくちゃなこと書いてはありますよね。うん、めっちゃ強いです、このカード。はい、ちょ、ちょっとリザ出してもらっていいですか。リザ出してもらっていいですか。ここにリザ出したらすげえ勇気。ここにリザ出してもらっていいですか。勇気ありすぎ。お願いしますよ。ダサくでしょ、ここでリザを。クリアのよ、ここだし相手は。でもやっぱりリザ以外弱いかもしんない。うんうん、除去がない。もうさすがにね、嵐は、フェアリー
光出さない。光出さないんですね。威風ありそうな気がしますね。ダークジェネラルちょっとな。デイキラシストで使いたいですね。対空とかで簡単に取られちゃいますしね。どうしても。ピューラでいいかな。ピューラでダークジェネラルじゃないですかね。良さそう。うん。渋々渋々いらなくなるまでおそばにいます。試練の確定しますもんね。うん、いやでもイノセンスにはアザゼルがね、アザゼル切るだけでね、うん、2ターンぐらいリーサル遅れますもんね。うんうんうん、なんか要求値がかなり上がりましたよね。4回殴んなきゃいけない。アザゼルバリアプラスこのデッキ守護も結構あって、 あとユリウスもきつくて回復で、しかも盤面処理しないとリーサルが怖いみたいな感じで、うん、アザゼルバリアのなんか強さがさらに発揮されてるんですね。リノセウス相手は、うん、コントロールヴァンパイアのアザゼルより何倍もリノセウスに対しては強い。コンボのアザゼルはね、一応ほっとけるからね。あ、うん、そうなんですよ。リザ？リザ来る？リザリノはワンチャンありそうですね。フェアリー。リザリノでもピューラもまた放置が結構くないですね。怖い。うん。もうリザリノで良さそうだよな。うん。フェアリーリザ。リノセウスだよね。うん、じゃないですかね。まあモーリーまで入ってましたからね、うん、ステルフかもしれない。ネイチャー、ここはこれはまあアザゼルでしょ。うん、まあ、うん、じゃあアザゼルで、でこれちゃんとザーリー倒さないと、うん、あのリノセウス3回で死ぬんで、うんうん、このボードの1点がね、アザゼルバリア貫通してくるから破壊すると。さあこのデッキね、回復ユリウスしかないんでね。モーリー、ゾーム行き行く。モーリーリノか。あらのリノセウス強い。仕方ないね。ラウラ引かないかな。情けないですよね。ラウラ引いたらもう絡めている。これは口。これどっちかな。らしいっすよね。もう一枚ラウラ引いた時が進化しなくていらないなってなるし、まあ、ここでケツ3にしてもいいってことですよね。そうなんです。ケツじゃない、頭か。3択ありますね、これ。結構雷管進化よりかな。確かにな、これ雷管進化で良さそうだな。なんか進化切らなくてまで良さそうだな。もしかも切らなくてもね、うん、ラウラ引いたらその分強いし、進化すると下げますが、これ多分面全部取られたら負けるんで。そうなんですよね、うん、ここのボード強くして次打ったらなんかトップ以外プレイするカードないから、はいはいはい、このボードで陣掛けって感じ、うん、うんうんうん、いいじゃん、いいよいいよ、美しいボードじゃん。始まりかな。始まりラウラ。始まりラウラかな。いいですね。始まりバロンダブルフィルかな。じゃあワグナーさんバロンダブルフィルに3枚光らせてました、ね。光らせました。返してほしい。いやこれ使いまくりましょう。返してください。セクシーに言えなければですね。確かに。まあ確かに。まだ使えますかね、バロンダブルフィルは。うんうんうん、ちょっとね、手繰りすぎましたね、バロンダブルフィルに。オーブ入れたのは相当テクったテクったな。お、イフイフとかあるんだ。イフイフはうざいですね。カメディブリンガーぶん投げるしかない。でもなんか叫ばせが強すぎて勝ちそうな感じがしますね。いいのは相打ち、まあ、するのかな。まあでもしないと、まだ持ってんのかな。お、
帰る。しない。なるほど。はい、ジブリンが行くか。44から74にするか。あもうそれしかない。チェンジ。チェンジ。これ。チェンジ。変身。頭だけでかくなる。チェンジやばい。動きはちょっと弱かったが、サキバスのね守護もね、うんうん、かなりでかいから勝てそう。アサゼルも起動してるし、もう盤石。吉田先生まだ2歳でしょ。2歳でしたね。で3-1。ああ、取ってくる。しっかり取ってくる。よせそけ。よせそけ。あ、なんか来た。まあ、失踪ケアと。結構やっぱ1-1うざいっすね。この1-1うざいっすね。ちゃんと倒さなきゃいけないんで。サキュバスが強すぎる。そのサキュバス。守護裏66。これはリノセウスにとってはもう最悪な。マジいいカードな、このカード。展開ですね。サキュバスも光らせたんですよね。それは正解っぽいな。ああ、うん、サキュバスとバロンダブルフィール光らせた、うんうんうん、でもどっちもやっぱ返してほしいですこいつでも良くないですか。めっちゃ好きです、このカード。ザ・パワーパワーっすね。さあ、リーノこれでも旋風絡むと次リーサない可能性ありますよね。ワンチャン。そうか、トップジェネラル。トップジェネラル引くか。うん、ラウラでもな、メデューサ2点だしな。許して。まあこっちアサゼル起動してますから。許して。どうとでもなりますよ。別にリサなくてもね。メデューサの守護を振っとけば多分リサルないんで。しかも相手に乗せて1枚。やられてますもんね。パイク？やられたっけ？当たりに来て。あ、それ強い。それ強い。でもなんか引けば。あっ、あっ、これはラーラーラーでメデューサが2000らしい。うおー、そう。かけてきた。お見事。はい、ということで不死乾杯でした。今回ね、当たんなかったんですけど、まあ、エイラビショップもあ、うんうんうん、このアザゼルとカラミティブリンガーが強すぎて、うんうんうん、結構勝ちやすいと、はい、いうふうになっておりますので、その2つに強いっていうのはかなりね、うん、まあ、あとね、リオでも強いんですよ。ほうほう。潜伏ロイヤルに結構強くて、うん、グダグダやってるんと、あのカラミティで勝てるんで。ああ、確かに確かに。ちょっと特にこう2大巨頭みたいなとこあるじゃないですか、うんうん、リノとリオード。またエイラも結構ね極まるんですそこら辺がね、はい、どうしても許せない方にはぜひねおすすめしたいですね。ガチアンチに、うん、はいはいはい、おすすめとしたいと思います。皆さんも使ってみてください。というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、はい。